イテム番号 SCP-554-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-554-JP はサイト81の中の収容室に冷凍保存されます。実験を行う場合使用した器具類はすべて最終的に焼却処分を行い、実験を行った財団職員は実験後に検査を必ず受け、結果次第で投薬、全身の消毒による駆除措置を受けてください。未収容の個体、発見が確認された地域に対してはプロトコル、スムーズヘッドに基づいての対応を定期的に行ってください。SCP-554-JP-A は防音加工を各所に施した一般的人型オブジェクト収容エリア内に収容されます。1日3食の人型実態基準の定期的な食事を与え、2週間前のカウンセリング、財団が許可する範囲での嗜好品の要求が認められています。SCP-554-JP の飛散を防ぐため、収容エリア内の各種警報装置の運用は通常基準よりも減少しています。現在1名が収容されています。SCP-554-JP-B はエリア内で全身を拘束、顔以外の頭部を強化アクリル製カバーで覆った状態で補強した椅子に全身を固定し、機械による定期的な点滴の補充。精神安定剤の投与を行い、エリア内には定期的な薬剤の散布を行ってください。SCP-554-JP の飛散を防ぐため、4機への移行が確認された場合エリア内を SCP-554-JP-B ごと焼却することで対応してください。現在3名が収容されています。説明 SCP-554-JP はカッコエキノコックスグラヌロシュスカッコ閉じ、エキノコックスの一種。並びに寄生した人間に対して発生する一連の症状です。一般的なエキノコックスと同様の耐久力、卵胞の経口摂取により寄生しますが、犬か、猫かの哺乳類に対して感染した場合は体毛の増加以外の症状は確認されず。通常のエキノコックス同様に脾臓に寄生しながら排泄する大便内に卵胞が混入されます。人間に対して寄生した場合、通常のエキノコックス種と異なりほぼ 100% の確率で脳内にコロニーを形成します。この時コロニーの個数は調査の限りでは全てが2箇所にとどまり、形成される位置は感染者の正中線に対して線対称の関係を示します。推定1週間の潜伏期間中、カッコステージ0カッコ閉じに頭痛、立ちくらみ等の症状が発生しますが、T クラス職員による実験では、気のせいだと思った、程度のごく弱いものであるため大抵の感染者は自覚症状として認識しないものと思われます。形成されたコロニーの位置による明らかな症状の違いから、内耳に近い位置にコロニーの形成された人間の感染者を SCP-554-JP-A。それ以外の感染者は SCP-554-JP-B と分類されます。以下はステージごとの症状です。SCP-554-JP-A、ステージ括弧感染後の経過時間括弧閉じ発生する症状。一気括弧約150時間括弧閉じ内耳を通した侵入により両耳穴の内部に若干のかゆみが発生、軽度の聴覚障害を覚える。2期括弧約260時間括弧閉じ外耳が軽度の、痺れるような、と評される痛みとともに徐々に縮小。内耳から頭蓋骨表面を通したコロニーの移動による頭皮へのかゆみ、ありはし感、縮小が顕著になり始めた後半に自覚症状として認識することが多い。新たな内部器官が完成後、頭頂部側面に2つ穴が開けられる。3期括弧約420時間括弧閉じ完全に外耳が消失、耳穴が塞がれ、開けられた穴の周辺に新たな、耳、が形成され始める。形状は犬か、猫か頭皮と種類以外の哺乳類の形状に似通ったものとなり、徐々に該当する種類に似通った体毛が、耳、の表側には生え始める。聴覚の鋭敏化、位置の変化に若干の違和感を感染者は覚えるが、数日内に慣れるとされる。4期括弧約600時間括弧閉じ末期。形成された、耳、の内側に SCP-554-JP のコロニーが生成される。約 90dB 以上の音を聞いた際の、耳、の反射行動により空中に、または両耳を覆った感染者の手に卵胞を飛散、付着させる。コロニー内への薬剤の直接投与により、感染者からの完全な駆除が可能。SCP-554-JP-B。ステージ括弧感染後の経過時間括弧閉じ発生する症状。1期括弧約80時間括弧閉じ増殖した個体が脳内全域に移動しながらコロニー群を形成する。ステージ0と同様、ごく軽度の頭痛、立ちくらみが継続する。
2期括弧約200時間括弧と時代脳表面に複数個の小規模なコロニー形成、頭蓋骨が内側から削られることによる頭部のかゆみ。手を用いて書く、頭部を洗う等の行為により、老廃物と合わせて毛根部の消失した毛髪、頭蓋骨片が落下し始める。3期括弧約400時間括弧閉じ消失した頭蓋骨を補うように、脳から直接感染者の頭髪に酷似した物体をコロニーの表面から複数本露出、やがて残存していた頭蓋骨が顔を残して脱落する。感染者は他者に対して暴力的な態度を取るようになる。この時点で SCP-554-JP の駆除を行った場合、大脳部の露出術により二次的な被害が発生する可能性が高い。4期括弧約400時間後不定期括弧閉じ末期。両目、両耳、鼻、口等各種感覚器から出血、脳が完全に破壊されるまで頭部を振り回す、壁や床等に打ち付ける等の行動を行い。行動を阻害した場合は約15分後に心臓発作、または出血多量により死亡する。一連の動作において、頭部から SCP-554-JP の乱暴が飛散する。付近2000年11月1日、SCP-554-JP-A-3 と認定された佐山氏との第3次インタビュー記録。当時4期に突入して10日が経過している。病院と認識させるため、目里博士は対象を本名で呼んでいる。目里博士、気分はどうですか？さやま氏。SCP-554-JP-A-3。まあ、普通ですね。この耳にもすっかり慣れましたし。カッコ手を伸ばし、軽く、耳、を撫でるカッコ閉じ。目里博士、カッコ約3秒間、耳、を見るカッコ閉じ。前と比べて何か変わったことや、気になったことはありますか？ SCP-554-JP-A-3。カッコ、耳、はせわしなく動くカッコ閉じ。眠っている間、耳が枕に触れるじゃないですか。目里博士、カッコ約3秒間、耳、を見ながら、表情がわずかに陰るカッコ閉じ。そうですね。SCP-554-JP-A-3。時々寝苦しかったりするので、よかったらもう少し高い枕に変えてほしいですね。あ、高さが。物理的に。目里博士、手続きはしておきましょう。SCP-554-JP-A-3。お手数おかけします。他は、あ、やはり音楽機器は。目里博士、申し訳ありませんが渡せませんね。大きな音を出すのはその、よろしくないものと確認されていますから。SCP-554-JP-A-3。そうですか。カッコ、耳、が垂れるカッコ閉じ。終了報告書直後の検査では SCP-554-JP-A-3 の手などから SCP-554-JP の乱暴は発見されず。音を聞いた際の反射行動がなければ乱暴は飛散しないと予想される。メモ検査により耳の内部以外には SCP-554-JP は確認されず、本人の意思確認後、駆除、切除手術を検討予定。男に猫の耳が生えていたとしても、不気味に見えるだけだ。それが老人ならなおさらだ、受けてほしい。追記200年11月8日、SCP-554-JP-A-3 内の SCP-554-JP 駆除、耳、の切除に成功。経過を見て外耳の再建手術予定。付記200年9月10日、SCP-554-JP-B-8 と認定された一宮氏の第一次映像記録。当時3期に突入して、時間が経過していると予想される。SCP-554-JP-B-8。罵倒。カッコ激しく身体を暴れさせようとするカッコ閉じ。SCP-554-JP-B-8。罵倒。この、罵倒、に、罵倒、が、こんな病院にぶち込まれるなんて俺は健康なんだぞ。SCP-554-JP-B-8。こんなところ出て行ってやる。俺は健康なんだ。髪がちょっと抜けたぐらいで、カッコ耳から出血が始まるカッコ閉じ。SCP-554-JP-B-8。そう。だよ。あれは髪なんだ。髪の毛。
だけなんだ。まだ俺はふさふさ。SCP-554JP、B、8カッコ4目、鼻、耳からも出血が始まる、約5秒間の沈黙カッコ閉じ。SCP-554JP、B、8、不明瞭な絶叫。SCP-554JP、B、8カッコ激しく身体を痙攣させ、顔の各所から周囲液を飛び散らせるカッコ閉じ。終了報告書約、分間で第3期から第4期のエコーは確認される限り最も短い記録。録音終了後、手順に従いエリア内を焼却処分。SCP-554JP は2000年6月、県内の産地U の山小屋内で発見された遺体。並びに遺体の身元である、市の自宅から発見されました。当初遺体を発見した登山客が通報、回収に携わった県警を含む3人が感染。数日のち SCP-554JP、B となった対象の周囲への暴力行為、4機への突入によって合計、人の死傷者。さらなる SCP-554JP、A、B が発生したことから財団により回収、カバーストーリー、薬品成分による異常、ガルフされました。その後プロトコル、スムーズヘッドの設立により、該当する地域への薬剤の散布。カバーストーリー、清潔習慣の義務化、による近隣住民への手洗いの徹底、洗剤用洗剤の無償配布等から SCP-554JP の感染者は発見当初と比べ大幅に抑制されています。山小屋内で発見された遺体は死後約2日が経過していると予想され、通常の感染者とは異なり全身に SCP-554JP のコロニーが合計、箇所形成されている状態でした。以下は SCP-554JP に関連していると思われるメモの文面です。耳成功率、4割弱。尻尾成功率、50回に1回ぐらい。人体丸ごと、これからやる。結論、宝くじの1等を当てるよりは楽、やるしかねえモフモフ。市の住んでいた部屋内の資料、メモ類、HDD 内の、検閲済み、人氏からは、動物と人間を合成した生物の生成。を非常に激しい熱意と、検閲済み、の上で SCP-554JP 作成に取り組んでいたと予想されています。ほい SCP-554JP、A に分類された後、SCP-554JP の駆除作業を終えた D クラス職員へ再度 SCP-554JP を人為的に寄生させた結果、過去のコロニー形成位置と同じ位置にコロニーを形成、以前と生成された、耳、の形状が違う以外は再度 SCP-554JP、A へと分類されました。今結果からあらかじめ内耳近くに SCP-554JP を寄生させることによる SCP-554JP、A 化の誘発。SCP-554JP、B 化を抑制する研究が現在進められています。我ながらひどい方法だ。目里博士。